こんばんは。こんばんは。よいしょ、よいしょ。うん。なんか斜めてる気がするな。こんばんは。目が乾いちゃった。遅刻。公園ありがとうございました。スイパラコ、スイパラに声ありがとう。こちらこそありがとう。本当に。めっちゃ寂しい、本当に寂しすぎる今日、本当に寂しすぎる。こんばんは。ねえ、本当。桃が好き、桃が好き。こんばんは。今日はね、スイパラと公園というたくさんありがとうございました。寝起きではないです。今日は楽しかったり寂しかったりいろいろありました。そうだね、楽しいもあったし、本当にそう、うん、いっぱい思い出作る。もうさ、あのさ、公園でもさ、聞いた時にめっちゃ泣いとって、でなんか裏でも泣いて、もうほぼなすぐメイクが取れとるかもしれません。ごめんなさい。複雑な気持ちね。そう、ツアーはね、参加してくれるみたいで、それで。その一緒に、なんかそのステージとかは一緒にできるので、そう、よかった。そう、そう、ツアーフル参加してくれるのはすごいありがたい。そう、一緒に出れんかったら寂しいやんか。だからすごい嬉しい。それは悲しいけど、それは嬉しい。そう、そう、全然ね、なんかね、ワンピちゃん、ワンピちゃん隠すのがね、うますぎて全然もう分かんなくて、そうね、公演中とかも絶対ハラハラっていうか、そのなんて言ったら、緊張するじゃないですか、勇気がいることなのに。すごい、そう、配信で見てたんですが、おーちゃんがめっちゃ涙流してるの見て、嘘、落ちちゃった。俺本当にね、悲しすぎて、そう、ポカンともなったし、悲しいってもなったし、私も公演中気づかなかったです。そう、四国の2期生がね、私とゆきりかになっちゃったの。2人になっちゃった。まだなってないけど、その今3人だけどなっちゃうから、そう、こんばんは。そうなんですよ。もうりこちゃんが卒業した時に、もうりんこちゃんがいなくなった時もすごい悲しくて、四国メンバーがーって話したんですよ、りんこちゃんたち。でもまたまた四国メンバーってなってます。悲しい。
そう、まあでもうん、本人がね決めた道だから、そう、卒業しないでとは言えないんですけど安否にはそのなんか悲しい寂しいって言ったんですよ。そしたらごめんねって言ってくれるから謝ることじゃないじゃん、だからまあ悪く安否は悪くないしから謝らなくていいよって、でも寂しいのは寂しいっていう話をね今日しました。公演の後かな。そう、そうなんですよ。桃が好き、桃が好き。みんな寂しい、本当に。みんな寂しい、本当に。そう、もうお見送りとかで悲しそうなファンの方の顔を見るともっと自分もなんか。お見送りしながらもめっちゃ泣きそうになっちゃって、そう、でも応援してあげないとね。そう、前向きな卒業なら、そう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 。こんばんこんばんは。いや、思いっきり甘えちゃう。そうだね、もっとなんかいろんな話とかいろんなとことか行けたらいいなって思ってるから、そう、こんばんは。今日はね、スイパラもね、すごい朝から楽しくて、めっちゃ楽しかったんですよ。あ、そうそう、舞踏会にね一緒に行けるのがすごい個人的に嬉しいなと思ってます。もうよかったと思って、本当に一緒にねドレス着て写真撮れたらいいし、なんかファンの方にも撮ってもらいたいし。どんなね、スイパラのイベントはみんなとわーってして、にゃんちゃんとトークショーをして、そう、じゃんけん大会のことコメント大丈夫ですよ、本当に。あ、最後に頑張った、そう、何をやってたっけ。あ、そう、その後にじゃんけん大会をしまして、トークショーはどんなこと、トークショーはスイパラで私とサーヤンが一緒に行った話とか、あと今日の服の紹介だったりとか、これありがとうありがとう、そう、スイパラトークとかしたり、そう、何食べたかとか。でもなんか20分があっという間で、私は結構びっくりしました。なんかもう時間って言われた時に、んってあれってもうそんなまだ喋ってないよって。最初緊張したんですけど、だんだんね、ほんと、そう、一戦桃花でトレンド入りして見たら楽しそうで羨ましかった。また会おうよ、いっぱいね、そういうイベントできたらいいね。ピーチサイダーも今日はあれなんです。
今日はもう確定でピーチサイダーみんなが飲んでたからそうトークはそう20分ぐらいして、そうお見送りもありがとう、こちらこそお見送り術でこれいいえ、また釣りあの見てください、いっぱい。そう、それで本当土日や、そうね、土日とかやったらもっと、あ、そう、私じゃんけん大会でズルしてしまって、そう最初はグーなのにシャシャパーってやって勝ちました、全員にねコラーってなったけどそうでごめんなさい。あとはそう絶対勝つ、そう絶対全員負けてたんですよ、そうもうがズルしたから勝ったんです全部全員にでお別れの時間がすごい寂しくて、そうもうちょっとなんかもうちょっとってもうちょっとなんかやりたいねみたいななんかやりたいねっていう話になった時に、そう私がなんかそうみんなを何かで楽しませたいなって思って、なんか台本にないことをバンバンやっちゃったんですけど、今日ももうあの萌え台詞をねお互い言ってから終わりましょうっていうまあスイーツみたいな自らもです。そう、うん、そうみちさんとあかりんさんがいた時に練り歩きができたらしいんですけど、そう今日なんかコロナとかの関係でダメって言われてしまって、それがすごい私の中で申し訳なかったんですよ。でだからなんかできるないかなと思いまして。そう私たちはやりたかったんですけど、今日はダメって言われてしまって、そうごめんねって思って、そうなんよ、そう行きたかったんだけどね、すごい、そうやけみんなもあれってなったかもしれんかなと思って、そう申し上げなかったね。前セリフは本当に予定ではなかったから、もうサーヤンには本当に急に言ってしまったし、私も急に言いすぎて全然前セリフが最初分かんなくて何しようってすごいなったんですけど、そう見送りがあった感じ、ありがとう。練り歩きがアドリブ、うん練り歩きは多分アドリブではないかもしれんけど、今日ダメって言われちゃったの、見送り買い方だから大丈夫、ありがとう。そうもーちゃんか、そうもーちゃんもーちゃんってか、その時にパッと思いついてやったから、さやには何も言ってなくて、もーちゃんのピーチソーダ飲んだけど、ありがとう嬉しい。私はもーかと甘いスイーツ食べに行きませんかって、まだ心のせいについてないのに配信してくれたけど、いえいえこちらこそ、ほんと親もで、さあやんは考えてって言われたから、なんて言ったんだっけな、さあやんとさあやんと、うん、さあやんの
愛のこもったカレー食べてね、大好きってあの私が考えた言葉を言ってもらいました。存在が尊いのでいてくれるだけですよ。ありがとう、これありがとう、ありがとう、元気もらえてよかったです。それはディレクターの存在、ディレクターになりました。ファン、あのサーヤのファンの方が聞きたいと思ってもらえるような言葉を考えました。でね、朝も会えて夜の公演すごい楽しくて、もちろんねすごい寂しいこともあったんですけど、そうでも今日の四国公演はすごい、なんでだろう、なぜみんなで緊張しとって、すごいなんかすごいいっぱい目を合わせようとかこうしようとかすごいいっぱい話し合って、すごいなんかみんなで力を合わせれた感じがすごくする公演で、そうすごい楽しかったです。公演そちらでよく考えて考えれてよかった。さやもたくさんね、あの面白い話もしてくれたから、サスタメンバーがいたのかな、どうなんだろう、私はねさせれてなかったね、だからこそすっごいびっくりして、そう本当にガラスミンのそう振り付け復活とかもそう話し合ったんですよ、みんなで、あの四国らしい MC をしたり、ガラスビンのやつやろうの振り付けをもう一回みんなでみんなやろうとか、そういろいろ考えて、そうチャートリート順番が変わったことにも、そうさっきも安否の配信見とったんよ、そのちょっと遅くなってしまって配信が申し訳ないんですけど、安否ちゃんの配信を見てて、それでその順番が変わったのはそういうことなんよっていう話をしとって、でもももは気づいてなくて、本当にねえなんで気づかんのよって思うけど、本当に気づけてなかったの、それも。でもそれを後で聞いたら、あそういうことなんだねって思って、ステージで言う瞬間も、そう本当に今日はとても楽しいなってめっちゃみんなっていうかもう思いながら踊っとって、本当に予想とかも桃花の中ではしてなくて、そうだからあの瞬間まで本当に知らなかったです。だから刺しやすくなっちゃうから、やだやだ、なんぴん内心元気する、そうだね、でもすごいなんだろう、でもなんだろうな、そのなんだろう、難しいな言葉で表すのって、そうだね、心の整理はねまだついてるかって言われたらついてないかも、本当にそうついてない。今日も可愛い、ありがとう。そうツアーが一緒に行けるのは本当にいろんな県を行けるのは
まだまだいてねーって、いてねー一緒に、いやガチで泣いてそう。もうそうなんよ、今はまだそれでいいんじゃないか。そうだね、無理にさ、なんかこう分かろうと思ってもそれは多分無理なの。もやもや寝れないから、なんかそう、なんかね、もうね、寝起きさえがとか、まあもうもちろんもうメンバー、どのメンバーも含めてなんですけど、やっぱり同期のメンバーがあの卒業が増えてきて、あの本当になんだろうな、もうなんかなんだろうな、もうずっと不安っていうか、もう仕方のないことなのかもしれないけど、うん、なんか人数が減ってしまっていくのがだんだん不安になる。なんか自分の知ってる、なんて言ったらいいんだろうな、ね、そう、四国メンバー、そうなんよ、なんか2期生の卒業で、最近そのみほりんとかりんこちゃんとか、みほりんはまあ兼任なんですけど、あのなんか連続で四国で、そう結構うーってぐさーっていやーってなって、そうすごい辛い気持ちは正直あるんですけど、そうちゃんとそうね、今はなんかまだうんってなってるんですけど、え、そう、57分、もうそんな時間早いね。配信遅くなっちゃってごめんね。そうね、また今日はちょっとね、なんか心なんて言ったらいいんだろう、今なんていう言葉を、なんか言葉がまとめられなくてあんまうまく言えてないんですけど、今日はこの後お風呂に入って寝て、そうね、一回気持ちを整理したいと思います。でもそう、応援は本当にしたいなって思ってます、心から。はい、ありがとう、ありがとう。こちらこそ本当に、あのスイパライベントの公演もめっちゃ楽しくて、ファンの方に会えたことがすごい嬉しかったです。では読みますね。10歳のふみアットマークふふさん、ありがとう。12のももまささん、ありがとう。11のぜったんさん、ありがとう。声ありがとうね、体調治ってきました。あー、よかったね、本当に見つけたよ、ありがとう。ジーの令和の土方さん、ありがとう。ケンの福ちゃん、ありがとう。イベントとかお疲れ様でした、ありがとう、嬉しい。8のひでくん、ありがとう。7のたかきさん、ありがとう。今日公演で最前列だった、最高だったよ、もーちゃん。もちろん見えてましたよ、ありがとう、楽しかった。6位のアザンスさん、ありがとう。ももこ組、5位のみゆちゃん、ありがとう。スーパー楽しかったの、次の予定ないの、寂しい、寂しい、え、それな、もうめちゃ前で会えて嬉しかったし、プリクラもありがとう、見せてくれて、ありがとう。ゆうのドラゴンさん、ありがとう。おもちゃの SS に心が温かくなったよ、好き、ありがとう、ありがとう。3位のまるこさん、ありがとう。2位のこうじさん、ありがとう。すごい楽しかったよ、おもちゃいなくならないで、ありがとう。いなくならないでね、こうじさんも。1位のももかくしか愛せない、やんまいももかの前髪食欲好きが止まらない、誕生日連日、あー、もうちょっとじゃん、おめでとう。あとちょっとだね、あとちょっとだよ。おめでとう、ありがとう。ありがとうございました。すみなさい、大好きってなった、本当ありがとう。
ありがとう。また明日話しましょうね。バイバイ。